アルフレッド・コールはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。ジョージア州アトランタ出身。第8代 IBF 世界クルーザー級王者。通称アルコール。1989年3月25日、プロデビューを果たし3回1分6秒 TKO 勝ちで、白星でデビューを飾った。1991年3月8日、トランプタージマハルで、 レオン・テイラーとアズは全米クルーザー級王座決定戦を行った。1990年12月13日に敗れている相手に12回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。1991年5月9日、ネイト・ミラーと対戦し12回3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。1991年7月25日、 フランキー・スウィンデルと対戦し11回2分8秒 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。1992年7月30日 IBF 世界クルーザー級王者ジェームズ・ワーリングと対戦し12回3カラーの判定勝ちで王座獲得に成功した。1993年2月28日ユーライア・グラントと対戦し12回3カラーの判定勝ちで 初防衛に成功した。1993年7月16日、元 IBF 世界クルーザー級、王者グレ連マクローリーと対戦し12回3から0の判定勝ちで2度目の防衛に成功した。1993年11月17日、ヴィンセント・ボール・ワレと対戦し5回1分8秒、TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した。 1994年7月23日、ネート・ミラーと対戦し12回3から0の判定勝ちで4度目の防衛に成功した。1995年6月24日、ユーライアン・グラントとリマッチを行い12回3から0の判定勝ちで5度目の防衛に成功した。1996年1月12日、元ヘビー級2冠王者。 ティム・ウィザ・スプーンと対戦し10回0から3の判定負け。1996年夏に IBF 世界クルーザー級王座を返上した。1997年6月20日、イブ世界ヘビー級王者マイケル・グラントと対戦し10回終了時期券で王座獲得に失敗した。2000年2月19日、WBU 世界ヘビー級王者コーリー・サンダースと 対戦するが初回に一撃でダウンを奪われ、初回1分13秒 TKO 負けで、王座獲得に失敗した。2001年8月4日、WBC 世界クルーザー級王ジャファン、カルロス・ゴメスと対戦し5回1分10秒 TKO、負け。2004年3月11日、ハシーム・ラクマンと対戦し10回0から3の、判定負け。2005年3月3日、 スルタン・イブラギモフと対戦し3回1分46秒、TKO 負け。2011年9月3日、ダニー・ウィリアムズと対戦し6回1から2の、判定負けを最後に現役を引退した。ありがとうございます。